そう、コロナに関して言うとですね、新潮で橋田壽賀子さんが、ね、亡くなって、まあ、その資源っていうのを特集やってるんですけど、はい、その中でコロナ関連で言うとですね、橋田さんはね、コロナ感を語っていると、不謹慎ながら今の状態が私には一番幸せなんですと、外に出てはいけないという大義名分があるので一つ会わないで済む、来客もないからお化粧もおしゃれもしなくていい、一日中普段着でのんびりできると。それで、ようやく好きなことができる時間が持ってたので BS で昔のドラマばかり見ています、家にいられる幸せがあるからって僕は言ってるんだけど、なるほど、まあ、彼は 95歳だっけ、はい、だからまあお年もお年なんだけど、うん、そういうなんていうか考え方もあるでしょう ね、 そうですね、僕なんかもその会食が少なくなってお酒飲む、とか家に帰る時間も早くなったから本が読めるとかね、はいはいはい、あるいはまあ家族子供がいる人だったら子供との団らんもできるだろうしね、うん、そういう面にも目を向けりゃ少しはプラス思考でね、まあもちろん大変は大変なんですけど、うん、でもそれでも編集長あれですよ、うん、このよくね、うん、芸能人あたりがテレビでね、うん、このコロナ禍においてはね、オリンピックを開催するのはね、反対だなんて言ってるんですけど、うん、私はね、こいつらが同じ口でね、うん、でサッカーが反対だと、うんね、うん、野球が反対だと、うんね、うん、その他のスポーツ観客入れてやってますよと、やってますね、歌舞伎でもやってますよと、うん、劇場でも公開してるよと、うん、映画館でも公開してるよと、はい、これみんな反対だっていうことを聞いたことないんですよ、うん、確かに、ね、それなのにね、うん、なんかね東京オリパラだけはね反対してるんですよ、うんうん、なるほどね、どういう神経してるのかと思って、うん、全部ね野球ファンを敵に向かわして、うん、サッカーファンを敵に回して、うん、反対だって言ってみろと、うん、歌舞伎座に買うおばちゃんたちを敵に回してね、うん、お前反対だ、純烈だってね、うん、コンサート始めてんじゃないかと、うん、俺はね、え、始めてんですか、なんで急に純烈が、純烈がこういうことについてはね、全く反対なんて言わないで、芸能人がですよ、うん、てめえたちはテレビ出てテレビからギャラもらえるからいいかもしれないけど、うん、その他の芸能人はやっぱり映画に出たり劇場で仕事をしたりね、はい、あるいはもういろいろなそのイベントに出演してということで飯を食ってる方たちが多いんですよ、うん、こういうことをわきまえないで、うん、だからね、うん、野球ファンを敵に回して野球開催するのは、ね、何だとこのコロナ禍って言ってみろと、うんうんうん、いないですね、聞いたことがないね、なんでね、確かに東京オリパラだけはダメだって言ってるのかと、うん、まあ、こういうやつらの神経が分かる、 NHK なんかそういうの取り上げるんだ、またそういう意見をね、うん、え、公共放送でありながら、うん、はい、だからこれ、ね、全くね菅政権というかね今の自民党政権打倒のね勝手にしてるんですよ、このね、うんうん、まあでも外国から9万人ぐらい来ると、うん、こういうこともあるんじゃないですか、でもそんなのはね、うんうん、要するに関係者だから、うん、ね、もうそういうワクチン接種だとか、まあもちろんね、まあ、それは担当してくるわけですけどね、我々だってもう日本国内で今そういうことを現実的にやってるんだから、うん、確かにな、監督のおっしゃる通りね、野球に反対するやつ人いないもん ね、 ね、相撲が復活したらみんな喜んでるわけだよな、はい、信じられませんね、うん、だこれをね公共放送あたりがねその通り意見として流すんですよ、うん、ね、まあ、そうですね、何なんだろうと思って、うん、またそのテレビで飯を食ってる芸能人がそれを平気わが物まで言うんだよね、下に顔で、うん、お前何言ってんだと、うん、お前たちの仲間は今日もね劇場でもってね、うん、舞台の上に立って商売して飯食ってんだぞと、うん、それに反対するんだったらそれも反対だって言えっちゅうんでしょ、うん、人が集まることは反対だっちゅうなら、うん、もうディズニーランドもスタートした、うん、ユニバーサルスタジオもスタートした、アメリカなんかね、うん、それはディズニーもそうだけど映画館もアメリカが日本の何十番の今日を言って差が出てるのに、うん、もうどん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 野球とか全部やってますから ね、 ね、今スポーツスタートしてる、アメリカスポーツ、うん、スタートしてますよ、はい、うん、ね、はい、すごくやってます、施設だって、はい、ディズニーランドだってやってる、うんうん、だそういう世界の体制の流れがあるのにね、はい、このコロナ禍でもって、ね、オリンピックでね、ああいう聖火ランナーで走るのはどうかと思うちって、うん、僕は走らないちってのいるんですよ、うん、ね、うん、何をこの野郎言ってんだって、はい、走んないなら走んないでいいから、はい、どっかに行ってろって言うんですよ週刊文春は今おっしゃったのに真っ向から、はい、例 の、 西浦教授がですね、西浦40年五輪は1年延期と、西浦教授怒りの直言と、編集長
42万人死にますと言ったことについてね、はい、なぜ私は42万人言ったのかということの誤りもしないで、またこれをね、週刊文春が違い方やとね、こうしてること自体が信じられません、まあ本も出してますからね、ね、こんなのね、世間に出てくる立場じゃないですよ。私は今が新型コロナウイルスが日本に上陸してから最大の危機にあると考えています。それを従来種が変異種に置き換えつつあるからです。変異種に置き換えつつあるからです。イギリスなど変異種をロックダウンで減らした国で最も有効だった対策は集会の制限でした。その次に大規模イベントの中止です。仮に聖火リレーを含む関連イベントの遂行のため効果的な対策がスムーズに出せないとすれば不健全なことですと。このところ、これね、先生、あの編集長、はい、誤解ありますよ、ね、ロックダウンなんて減っちゃいないんですよ。イギリスは見たら分かるじゃないですか、ワクチンで減ってるだけなんだから、ね、その他のやつは全く効果がなかったの諸外国見たら分かりますよ、いからロックダウンを繰り返したってね、どうしても減った、イギリスなんか減ったというのはね、ワクチン唯一ですよ、ところがこれはね、またね、そういうこと言うんだよね、またロックダウンみたいなことでね、またもっとね、私たちは自粛しなきゃいけないっていうことをね、弱い者いじめするんですよ。もう弱い者いじめって中小企業の方ばかりじゃなくて、我々エンタメ業界の人間って惨憺たるもんですよ。そうなんですね、はい、あ、そう、あ、そうですか。エンタメ業界もう何にも仕事できないんだよ、はい、AV 業界も、まあ、AV 業界なんか本当にね、まあ、でも AV 業界はそれはね、やってますけどね、やってます。エンタメ業界の人間は辛い思いをしてますよ。はい、そうですよね。そうだね、それは本当そうだよね。なんか僕はあの、中国ウイルスとか、あと武漢ウイルスとか、あれは差別語だからいけないって言ってたのに、イギリス株とか、南亜型とかブラジル型とか地名でバンバンテレビで言ってるじゃないですか。中国には遠慮して、あの武漢ウイルスとか言わなくなってるのに、なんであの地名は、この日本由来とも言えるんじゃないですかとか、なんかそんなほんら、差別されるから地域つけていけないって言ってたんじゃないのっていう。でね、このメディアにはね、はい、嘘ありますよ。例えばね、中国はね、1000万人の都市封鎖して、全部で PCR 検査して、それで炙り出したと、PCR 検査ってさ、3割の誤差があるわけですよ、ね、1回それやったからって3割の誤差でもってね、それで完全にね、阻止できたってことありえない、でもね、1回それやったらもういいんだって、まぶり出したから、こんなこと言ってね、で中国が現在にもうほとんどね、この新型コロナウイルスがないがごときやってるんだけど、現実はネットでもって、新型コロナウイルスにかかったなんてちょっとでもつぶやいたらね、国家反逆罪で1600万円罰金取られるんですよ。だ誰ももう新型コロナについてはね、触れないの、で現実的なご案内のように、まあこんなものは、普通の通年のインフルエンザと同じぐらいだなという認識してるから、これは日本、中国ばかりじゃなくて、韓国ばかりじゃなくて、日本ばかりじゃなくて、東南アジアみんなそうですよ、これはまあそういう国柄というか人種的なものはあるのかもしれませんが、だからそんな大騒ぎすることがないということは中国国民が肌感覚で分かってる、ね、だから完全に中国からね、新型コロナウイルスがね、なくなったなって中国人それ自体が思ってませんよ。だからニュースなんか見てください、みんなね、亡くなったはずの中国人みんなマスクして歩いてるから、はい、でもこれは大した大騒ぎするような日本でね、朝から晩までメディアが視聴率稼ぎのために大騒ぎして、コロナ怖いって言うほどのものじゃないよと。だから今回も GDP 今年の1月の3月までのね、 18% ぐらいでしょこれ、びっくりしましたね。日本はね、マイナスですよこれ、まあ、どこまで中国の数字が本当かわからないけれども、まあね、でもあの映像を見てたら復活してるのはわかりますね、でそれはね、コロナカウントしなくなりましたからね、中国は。中国の、ね、数字なんかね、はい、正しいわけがないんだ、だって正しいわけがないっていうのは、玉川徹氏はこう言うんですよ、いや1000万人都市を封鎖してね、みんな PCR 検査してね、あぶり出したからそれでも完全だ、そんなことありえないだろうと。3割のんじゃない、医療生の話はどうするんだと、議員生の話は、はい、そうでしょ、だそういうこと、ただそういう国の統制が効いてるから、そんな大騒ぎする必要ないよということでしかありえない、それはね、やっぱり現実をちゃんと羨みしていく力がないとね、はい、ダメですよね、だ我々もこんなことでね、もうみんな本当にね、がんの方だってね、2000何百人ですよ、今回その定期検診を受けなくて、多分2000数百人の方が
がんの発症ということを知らずにお過ごしになってるんじゃないかというデータも出てる、うん、どんどんね他の病気でもね、うん、それをコロナでもってお亡くなり1万人の方比べてもっと大きな、ね、数の人たちがね、うん、命を毀損されていきますよね、うんうん、で特にこの新型コロナどうのこうのともインフルエンザのでお亡くなりになった通年の1万人の方がゼロじゃありませんか、うん、それと置き換えれば、まあそうだね、ね、新型コロナウイルスは通年のインフルエンザ対応でいいんだというふうに我々よく認識しなきゃいけないんだけど、うん、テレビ局が悪いんですよ編集長、うん、視聴率稼ぎのために、うん、大騒ぎしてんだから、はい、もう怖いぞ危ないぞ、ね、人の不幸は蜜の味だと俺のボーナスの糧だと、うん、毎日あのニュースであんなにあの人数を発表する必要があるのかどうかっていうのもな、はい、だってあんな編集長、うん、あんなのはねこれどういう根拠でやってんだってあの10倍何十倍も実際いるはずですから、うん、まあそうですね。だどういうふうに PCR 検査してないわけよ今日の500人600人がね、うん、どういう客観的に基づいてね正しいと言えるのか。それはそうだね。こんなこと編集長に言うように、うん、その正しいと言えないようなものをね、うん、発表してやってるんですよ、うん、でアナウンサーなんかね怖いですね怖いですねってやってるんですよ、うん、ね。そうどうですか編集長あれは良くない、ねはいまあ、この月刊花壇ぐらいなもんですよ、ねうん、もっと客観視して物事を見ていこうじゃないかと、はい、テレビはねこういう限りにね、うん、この日本が潰れちゃいますよ本当に、うん、テレビなんか大丈夫だって言ってる人と両方出したりとかねそういうこと一回やればいいんですけどないですからね、はいはいはい、監督なんか呼ばれないからね、はいうんね、監督なんか呼ばれないからね監督と誰か やってほしいですよ、はい本当にね、はい、もう何とかしてもらいたいですよ、はい、本当ですよ私をこう出演させただけでね、はい、プロデューサーの国が飛んじゃうんじゃどうにもならない飛んじゃうんですか嫌ないですかこの中国のワクチンの中国のワクチンはい有効率 50% 輸出しようとして一生懸命上げてんだけど、はいうん有効率 50.38% ってどうなのこれこれあのインフルエンザワクチンより低いってことですねインフルエンザワクチンで有効率が60とかっていう話ですからだから中国製のワクチンは大して効いてないってブラジルで結局やったらいらない調査したらそうだったという、まあ、あの中国人は編集長ね、うん、あのこういうなんか車とかね、うん直接ね、まあ、命が危ない例えばスマホとかっていう命が危ないものは別ですよ、うん、口に入れるもの中国人自身がね中国人が作ったものを信用しないから、うんね、なるほど要するに裏でね、うん、人が 見ていないところで何があるか分からないって、うん、自分自身に帰り見てみればよく分かってるから、うん、だから、ね、口に入れるものに関しては、うん、一切中国人は中国人を信用しない、うん、だからそのサプリメントとかその他もろもろ爆買いで日本に来る薬を買いに来るなんてもそういうことですよね、うんやっぱり日本に対する信用というのはそういうことあるわけで中国人は中国自身をね、中国の昇進とか中国人をあの信用しないというのは自分たちの生活環境を顧みてみれば腰方を考えてみればそれは当然なことですよだってもう摘発されたもんね生理食塩水入れたり、はい、あのひどいのは水入れてワクチンをあれしてたっていうのはね体調狂いますよねあ、はい、そんなこと普通考えないで、はい、米なんかもね発泡スチロールの米とかね、うん発泡スチロールの米そんなあダンボールダンボール肉まんもありましたよ、ね、あありますよ、ね、発泡スチロールの米でもね分かんないからいいだろうとこれは仕方がないんですよ、ね、仕方がない社会で生きるためにはね、はい、何でもありの国だから、うんうん、だから一方によってね例えばそういう車だとかね、うん、スマホだとかその他のねいろんなことについては先進性はちょっと侮っちゃいけないところありますよね、はい、中国なんてなんて見下してるうちにどん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 追い抜かれちゃうってことあるんだけど、はい、一方口に入れるものに関してはやっぱりね相当慎重に体の害があるっていうのは、うん、中国自身がそう考えてるんだから、うん